いない松川ラジオ。さあ、そろそろ始まります。これ珍しい。すみませんけどね、今日もお届けいたしたいと思います。これから始まります松川ラジオ。皆さんもね、先週はサボりまして、サボったメインキャスター、メインパーソナリティ、もじゃもじゃ羽鳥です。エミーでーす。佐野です。劇団やしゆきです。やっとゆき来てくれたよね。久しぶりでございます。先週あれじゃあサボったっていうことでサボってます、サボってサボったのは私です。先週はですね、あの途中で電話で、ご参加させていただきました、グリーン線で、あんなに人いないんですね、あそこね。雨降ると雨だったから雨降ると驚きます。晴れてればすごかったです。まあ、多分そう。今日このスタジオね、結構あの、はい、皆さん暖かくなって、いい陽気なので、まあ、川口ですので今日ボツボツと出向いていらっしゃいます。私たちは4人ですか。4人だから。これはいいな。前回女3人で勝利されたんだよね。エミリー、なんとなく俺の大変さ分かったの。分かった、すごい分かった。あんたあれ、うるさいとか言ってるよ。うるさい、こりゃこれ。しょうがない。まあ、ママちゃんのあのエネルギーというパワーはすごいですね。本当、うちでなくていうか。でも、一年中だと疲れちゃいますよね。でも、うちの中であんなペペペペじゃないですか。全然、って言ってましたよね。まあ、まったく。そう、ほんとそんな感じ。そうそう、早く食べてんよみたいな。あ、そうどうしてみんな集まるの、もう片付けられないから、まあ、うわーって勝てられてる。あ、ブチブチって。そんな感じのももちゃんですけどね。はい、はい、まあ、今週ね、すごく天気がいい状態で、はい、あと、まあ今日一番伝えなければならないのがですね、僕は酔っ払ってるってことです。わからないですよね。わからない。普段と変わらない感じですよね。何時まで飲んでました？7時半ぐらいですか。おかしい。あ、本当だ、お酒の匂いがしてきた。お酒の匂いが今日ここすごいですね。みんな酔っ払っちゃって。エミリーとか酔っ払いそうだよね。匂いで酔っ払っちゃう。そう、あ、そうか、ユッケ飲めるの。僕飲めます ね。やっぱりビールをずっと飲んでるんですか。いや、昨日はね、カバって言ってシャンパン系ですね。うわー、すごい飲んでそうな、はい、ちょっと失礼いたします。高そうな、あ、仕入れてしまったんで自分で在庫整理して。おいしそう、おいしそう。これはコーラですけどね。これコーラですけど、あ、ペプシだ。あ、いや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 、今日は何も始まらない感じ。いや、大丈夫。まあ、昨日ですね、うち近所の寿司屋さんの工藤ってところにね、明日まで食べ放題で2960円、そんなのがあるんですか、はい、っていうのもやっておりました。あ、札の花綺麗だ。で、昨日、まあ、皆さんお土産なんです。後で、あの、僕はタバコ吸ってないので、まあ、でも半分は家族にあげちゃったんですけど。家族って留守番しててくれたから。あ、寿司工藤ってどこにあるんですか。うちの店、わかりますよね、はい、それの一本裏手ですね。そこのところにあります、真ん中辺にあります。裏手っていうかセブンイレブン、はい、ここがあってそこ行って曲がるよね。全然わかんない。並木小児科、並木小児科がある。あ、並木小児科の隣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 、隣の、マンション行って隣の隣ぐらいです。そんな感じです。そうですか。結構安くて美味しくて、まあ、あの、たまたまイベントなんですけれども、はい、2960円かな、うん、で、食べ放題、食べ放題無制限と書いてあります。で、昨日は残念ながら3人で行って、はい、ごめんなさい、シャリがない、うん、それで終わっちゃう。全部食っちゃいました。やだね、もうやだ、迷惑な客、ね、そんなに死ぬほど食ったわけじゃない。世界中に仙台の寿司屋がなければかなりうまいところに来てる。はい、じゃあ一度行ってみたいですね。そこでですね、まあ、おすすめなんですけど、このお寿司いいですね、この入れ物。これすごいですよ、これ、うん、なんか おにぎり、うん、おにぎり入れても、うん、こんな感じです。これ懐かしい。また来週。なんで中も入ってないみたいな。気になる。
だ。しかもでも半分はないからね。ない半分はないから入ってないじゃない。チラッとなりチラッとしてるんですよ。こんな感じですね。はい、ほんとカステラのようなね。あれあれ卵焼きなんこれ羊羹みたい。卵焼きほら、あ、卵、まあ、これお寿司ですか。これお寿司っていうかこれが使われてるんです。あ、ご飯が入ってないってことですね。はいはい、上にそれ乗っけて、まあ、1、2、クリームチーズか。そう、まあ、食べてみてください、後でね。こんな感じ。はい、ポケで持ってきてましたんで、後でね、入れ物が味わいながら。いいですね。これいいよね。これやっぱおにぎり持ってきたよね。ここに1回入ってるのかと思った。昔話。昔あるわ。この中から開けるとお化けが出てきましたみたいな。おじいさんとおばあさんが戦ってた。そう。おじいさんと悪いよ。戦ってどうするんですか。全然別の話してる。面白い。はいはいはい。ラジオじゃないみたい。どっちと絡めばいいのかな。確かに確かに。そう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 。大丈夫だよ。どっちも勝手にやってる。大丈夫だよ。いいおじいさんと悪いおばあさんが出てきて、悪いおばあさんがおじいさんが開けるとね、中からお化けが出てくる。ああ。こっちはそれスズラの話。そりゃ芝刈りって話で。そう、全くもって若手ちょっとついていけない感じだけど。昔おじいさんは山へ芝刈り。ああ、それは桃太郎です。やっぱりゴルフ場とかあるのかなと思って。芝刈らなきゃなんない。違うですね、あれね。まあ、それせいですね。はい、これですね。ジェクンチ。はい、選挙ですね。うん、あ、そうそう、選挙、選挙。選挙です。じゃ、ここ、ここを押さえとけるか。これ、選挙ね。はい。必ず言ってください、川口市民の方。今回ね、非常にこう、市長選挙なんですけれども、はい、投票率区議。あ、危惧されております。何人出てらっしゃるんですか。2人みたいですね。2人ですか、ええ、じゃあ2分の1ということで、はい、必ず言ってください。カーですね。あ、持っていけばね、これ持っていかなくてもいいのかな。あの不在者投票っていうのも今日までかやっておりますので、明日選挙、はい、ぜひ行ってくださいね。いや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 、大変だね俺は。なんかお水かなんか、そう、なんか、ね、コーラ飲んでんだけどね、これなんとか気合入れて。コーラ飲んでも大丈夫だ。あと皆さん見ましたか。あ、あ、まちづくり川口の、あ、すごい、はい、出てる。あ、ほんとだ。出ました。マイシティジャーナル、やった、ありがとうございます。はい、はい、イエーイ。あれ、スタンドはなくなっちゃったの。スタンドそうですね。じゃあちょっとエミちゃん読んでください。これはマイシティジャーナルってこの前あの取材に来ていただきましたけど、はい、そうなんですよ。はい、それがやっと出ました。インターネットラジオと西川口クリーン作戦をメイン事業に活気あふれる街にと活動中、はいはい、地域での音楽需要を強化し地域に密着したイベントや企画を提供してきた NPO 法人まちづくり川口は、2008年6月に設立。現在はインターネットラジオ、町川ラジオと西川口クリーン作戦をメイン事業に川口を活気あふれる町と活動を続けています、はいはい、よく読めました。バッチリ。まあ、そんな感じですね。ここに写真が出てるんですけれども、はい、5月16日です。いや、ダメだよ、噛むな、やっぱね。うわ5月16日ね、はい、はい、マイシティジャーナル、まあ、これはね、はい、あの読売新聞に挟まって、6万世帯6万世帯、うん、え、そんなに、うん、何千世帯って言ったかな、まあ、よくわかりませんけど入ってます、はい、それの中の第608号、まあ、うちらのですね、YEG と言いまして、商工会議所青年部の仲間、はい、作ってくれてると。そうそうそう、これ一人で作ってるのが大したもんだよね。すごい、うん、あ、そうなんですか、あの女性が。そう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 。あの山田さん。うん、山田さん。山田ちゃん。でも代表の人も山田さんなんですね。そう。それとあとね、まあ、こっち側にはね、ふれあい祭り、はい、何気の記事もね。え、嘘、ここ。そうそう。あ、本当だ。記事載ってますね。ここに。あら。まあ、これカメラこれ自動でこう寄ったらいいのね。本当。俺が寄ります。内側、内側どこ、内側にこの辺だね、この辺に出会い祭り、並木、内側にありますね、出会い祭り、並木、26日やります。まあその中でですね、すごい、我々は紹介しておりました一箱フルホイチの記事も載ってます。ね、バッチリ載ってますね、はい、なんかなかなか希望者がいなくて今大変なんですね。まあ、いなきゃいねえとほったらかしてもいいしょうがない。まあ、ゆるいというか、ゆるい。バラのオープン側でも気になるな。どれ
中バラのオープンガーデン、こっちオープンガーデン、明治の文人が訪れた安行庵、安行庵っていうの美味しそうだね、なんかこれ、うん、違うんだねえ、川口安行吉蔵っていうのいいですね、年間として自宅庭園を開放しています。あ、ジュリアンすごいね。 あ、緑化センターか。あ、ジュリアンね。そう、ジュリアン。え、北側に横断した反対側、反対側、ジュリアンの近くってことですね。そうだ、すごいね。結構なんかこれ見ると楽しい。大きなお庭をお持ちみたいですね。フレー祭り in 並木、第19回フレー祭り in 並木がお願いします。5月26日10時から18時に、西川口並木商店街で開かれます。10連生態恐竜ジャーショーや、バナナのたたき売りほか、波フレライブステージには工藤慎太郎さんが出演、いつも通りね、あのフリーマーケット屋台も並びますと。はい、良いことをするともらえる地域通貨のアトム通貨は今年も川口で流通中、うん、アトム特設ブースでは歴代通貨パネル展示、あ、やるんだ、まあ、歴代通貨パネル展示、まあ、そんな期待しないで、ね、やったっけ。そんな大したもんじゃないですか。ただ板に貼って貼っつけたんですか。あ、なるほどね。きっとね。こら、空き缶を持ち寄る、10万馬力で空き缶プレス、家庭でできるエコなことを宣言するみんなでエコ宣言など、うん、13時からは同商店街や、周辺を掃除する並木クリーン大作戦も行います。1時からクリーン作戦、はい、クリーン作戦ね。で、まあ、我々出演が14時から音飲料やって、うん、その後だから14時半40分ぐらいかな、うん、そんなぐらいから出演いたします。はい、はい、どうやばず今日練習します。そうだ、今日練習だ。大丈夫なんですか。酔っ払ってますけど。だからその頃まで大丈夫なのか。練習になると積極的に酔っ払いに来るやつもいるんでね。うん、まあ、それに比べればいいかなと。そう、確かにね、はい、まあ、そんな感じでふれあい並木、ふれあい祭り in 並木、はい、来週、私きあれで前回それ一生懸命ね、来週ですよ、宣伝したんだよ。来週になりますね。そう、今日も商店街歩いてましたら、はい、皆さんこんにちは、うん、はい、私の声がなる。あと鬼ごっこの、鬼ごっこの、そうそうそう、うん、かわいいんですよ ね、そう、しかもうまいんだよね。大したもんだよね。すごいうまいの、うん、一発だもんね。うん、一発、まあ録音の話ですけどね、そんな感じで、まあ、並木のね。で、もしもこれお持ちでしたら、ここのところ三角切って持ってきていただくとお花プレゼントします。はい、はい、そんな感じです。大事に捨てないで、うん、はい。それと、あ、寿司駆動の、寿司駆動のこんな感じですね。お寿司、うん、お宣伝もね。ああ、同じ町なんでね。ええ、駆動は商店が入ってんのかな、お知らないんだけどね。入ってなくない、ね、入ってないのか、まあ、そのうち入ってないの、あの中じゃないし、うん、ああ、そうそう。それと、まあ、並木ふれあい祭りといえば一箱古本市絶賛、はい、絶賛募集中です。それ、あの訂正版があるはずなんですけど、うん、まあ、日程間違ってますけど、26日ですから、26日ですから、はい、お間違いないように。まあ、この際、あの、どうしようか、あの、さすがさんち金曜日ぐらいに車で取り行こうか。ありがとう、ね、一箱あるんですけど、はい、うん、取りに来てくれ、ね、あの、もし、あの、本はあんだけど行くの大変だったら、うん、俺の電話番号知ってる人俺に電話ください。で、鉄さんの知ってる人は鉄さんと、で、それ以外の方は、あの、こちらに、こちらにね、はい、こちらにください。なんとか対応していこうかなと。あの、土曜日の時点で僕の車いっぱいになってしまうので機材を持ってこなきゃならないからね。前日に来ていただけますか、うん、はい、前日土曜日、はい、土曜日はちょっと難しいかな、はい、でも、まあ、午後ぐらいならいけるか、うん、そうね、午後ぐらいな、はい、夜でも、うん、いいし、それ乗っけちゃうと、はい、その本をまた一回下ろしてというこ、ね、ことをしなきゃならないんで、はい、まあ、あとね、土曜日だったら車出せるよとかっていう気の利いた人とか言いましたら、はい、こちらの方、もしくは俺の携帯、もしくはテッサの携帯にお願いします。今現在マスターが動いてもアフロしか見えないっていう、そうですね、面白いし、なんとかなります。頭だけ見れる、分かるよ、分かる、分かる、すぐ。 それと、それじゃあユッキーコーナーに移る前に、これユッキーの、これそうなんですね、ユッキーさん、この何やの、お友達ね、あ、またユータくんだ、イケメンだ、イケメン、はいはいはい、うん、
今度は埼玉出身のイケメンがですね、イケメン今度ライブをやるということで、おい、はい、宣伝をあそこある、はい、させていただこうかなと思います。はい、埼玉のですね、はい、まあ、川口じゃないんですけど、はい、所沢出身の方でして、はい、ゆうた松山、はい、星合いの橋2013ということで、はい、東京都は六本木のですね、はい、スイートベイジル139というところで、スイートベイジルでやるの、はい、ソロで、はい、そうなんですよ、すげえな、すごいんです、うん、すごい、そうなんです、うん、すごいんです。というわけでちょっとね、読ませていただこうかなと思うんですけれども、はいはい、情熱のボーカリスト松山優斗、うん、年に一度のロマンティックなコンサートを今年も開催します、うんうん、本人が1年の中でとても重きを置いている日本の風物詩、それが七夕、うん、真骨頂であるバラードを中心に1年に一度の特別な時間をお届けしますということで、うん、ライブをですね、はい、7月8日月曜日、うんうん、オープン18時スタート19時半という形で、うん、六本木スイートベイジル139、ね、早く行っていっぱい飲んで、そうですね、はい、スイートベイジル自体がもうレストランですから、ね、そうです、あ、そうですか、お食事楽しみながらライブを聞くと、はい、イベントやる場所が六本木にはいっぱいあるんですね、はい、なんか うちだってそうですよ、うん、番号もなんかついてんですよね、はい、その中でもこのスイートベイジルはすごい結構有名なところでして、かなり大きい SB かなんかがバックについてるんだっけ、そうですね、ちょっと細かいこと、うん、そう、あのスイートベイジルっていうのは、まあ、はい、甘いバジルだろうな、あ、はい、うん、すごいそこの料理も美味しくて、美味しい、はい、気合入ってるところで、はい、チケットがお一人様5,250円、5,250円、はい、この前のホテルより安い、そうですね、この前のホテルでやった時は7,000円ぐらい、うん、今回ちょっとお得で5,000円ほどで楽しみいただけますので、料理好きじゃないですよね、料理は自分で、そうですね、会計ですよね、はい、ただ非常にこの声がですね、とてもいいの、染み渡ってくる声をしておりますので、はい、ちょっとね、外見はヨン様風で、もうヨン様よりかっこいいんじゃないかと、ヨン様よりかっこいいよ、全然かっこいい、全然かっこいい、何怒ってヨン様なんかもう負けないんだよ、非常にね、負けない、西村慎吾先生よく頑張った、あー言っちゃっただってまあいいや、俺、はい、はい、ということで、よろしければチケットの方をね、はい、お求めください。こちらね、スイートベージル、はい、まあ六本木の素敵なお店ですんでね、はい、まあお時間あった、はい、あ、そうだ、その日に行くんだって言ったら、まあせっかくですからね、ライブ行ってきて、はい、六本木で食事でもしようかな、いいね、いいですね、六本木で松屋、うん、六本木で松屋じゃあ吉野家それでもいいですけどね、でもね、いや、六本木で松屋だったら一文字足していただいて、六本木で松山にしてくれれば、あー、いいね、うまいね、うまいね、うまい、うまい、うまいね、じゃあそんな感じで、じゃあユッキーのコーナー行ってみましょうか、はい、ね、はい、ね、じゃあ僕はちょっと今日はどんなお話を煙を注入しに行ってみます、今日はどんなお話を、はい、今日はですね、今日いつもあの使ってる本をですね、ちょっと飛び出しまして、はい諸事情がありまして、はい、飛び出しましてね、はい、はい、ちょっと人に貸してたもんですから今帰ってきまして今から選ぶことできないぞということでね、電子辞書じゃなくて、はい、なんて言うんだろう、今日この電子辞書じゃないんですけど、まあ、インターネット駆使して現代風にね、あのちょっと本を選ばせていただきました、はい、非常に短いお話でございますので、はい、羽鳥さんがタバコ1本吸い終わるぐらいにはもう終わっちゃうかなっていう感じなんですけどね、いてよかったんじゃないすごくいていいんじゃないかなと思って、いいんじゃないかなと思ってたまにはゆきの隣、やった来たね、ゆきの隣若いのが並んだ、やった来た来ちゃった、やったはい、というわけで今日はですね、はい、新見南吉さんという方のお話を、でんでん虫の悲しみというお話をですね、させていただこうかなと思いますけれども、多分新見南吉って誰だみたいな感じだと思うんですけど、うん、一番有名な話はですね、ゴンギツネ、あ、キツネのお話、教科書に、そうです、そうです、そうです、そうだ、だから聞いたことあるんだ、ものすごく有名らしい、うん、確かにらしい、有名、僕もさっき知って、さっきじゃない、最近知ったんですけど、はい、そのゴンギツネのですね、作者の方のまた別の作品、非常に短いんですけれども、こう心を打たれる話でございますので、はい、わかりました、ぜひお聞きください、はい、それではでんでん虫の悲しみ、一匹のでんでん虫がありました。ある日、そのでんでん虫は大変なことに気づきました。
気がつきました。私は今までうっかりしていたけれど、私の背中の殻の中には悲しみがいっぱい詰まっているではないか。この悲しみはどうしたらよいでしょう。でんでん虫はお友達のでんでん虫のところにやっていきました。私はもう生きていられませんと、そのでんでん虫はお友達に言いました。何ですかとお友達のでんでん虫は聞きました。私はなんという不幸せなものでしょう。私の背中の殻の中には悲しみがいっぱい詰まっているのですと、はじめのでんでん虫が話しました。するとお友達のでんでん虫は言いました。あなたばかりではありません。私の背中にも悲しみはいっぱいです。それじゃあ仕方ないと思って、はじめのでんでん虫は別のお友達のところへ行きました。するとそのお友達も言いました。あなたばかりじゃありません。私の背中にも悲しみはいっぱいです。そこではじめのでんでん虫はまた別のお友達のところへ行きました。こうしてお友達を順々に訪ねていきましたが、どの友達も同じことを言うのでありました。とうとうはじめのでんでん虫は気がつきました。悲しみは誰でも持っているのだ。私ばかりではないのだ。私は私の悲しみをこらえていかなきゃならない。そしてこのでんでん虫はもう嘆くのをやめたのであります。おしまい。いい物語という、非常に短いんですけど、みんな悲しみを背中にしようって、うん、よく男の背中って、ね、あの言われて、なんかちょっと憂いを帯びてた方がかっこいいぞみたいなこと言いますけどもね、はい、思いますけどね。あのでんでん虫、虫かたつむり、お前の頭はどこにあるの？背中、背中じゃない、目玉、目玉、目玉って全然関係ない話になっちゃいましたね。どこにある角だせ、頭だせ、それは楽しいですけどね。全然違う話になる。そのでんでん虫も悲しみ背負ってんだぞ。背負ってんの、はい、みんな背負ってるんですよね。あれですよね、差し当たってどうですか、あの背負ってますか。差し当たってですか。ものすごい悲しみ背負ってますよ。そうですか。大きいから背負ってますから。からね、はい、もうそ、見えないからがね、見えないからを背負って毎日。おみーちゃんですか。なんか楽しそうですけど。そうですね、なめくじのような。みんなね、悩みは背負ってますよ。そうですよね。なんか今自殺も流行ってますからね。流行らしちゃダメ。流行らしちゃダメ。私は差し当たってないんですけど。何でもいいから生きろ。そうそうそう。なんとなくね、この話を聞かせてあげたいですよね。はい、なんとなく一服して、もう狭くなってきました。なんかだいぶそう、やった。やばい、イケメンの隣。よかったよかった。ラッキーついて。いい絵面だ、そうでもねえ絵面だった。今日はユキ君ちょっと上がってるような感じ。そうですね、僕もちょっとひょっとしたら飲んでたかもしれない。いや理由に赤い気もしないで、ね、ユキの時計素敵だね。そうそうそう、今言おうと思ったら可愛いな。何その時計。俺じゃなくてそちらに。あ、はい、別にこれ派手な。そうなんです、ちょっと派手な。可愛いですね。非常に安く手に入れたんですけれど、はい、それ俺がしてたらかっこ悪いだろう。どこの時計ですか。日本の時計。日本どこなんですかね。なんかよく分からずに。おもちゃみたいな。今あの日本時間になってるから。あ、本当ですか。よかった。すごい綺麗だね、キラキラして。ありがとうございます。色が、あの文字がいろんな色で書いてる。そうなんですよ。なんかガガミラノって知ってますか。あの有名な時計があるんですけど、それっぽい全然違う時計。それで針が高く描いてる。針がね、こうぐに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 。ちょっとルーレットっぽくなってる。女の子が持っても良さそうですね。はい。
はい、じゃあエミリちゃんお願いします。いや、エミリちゃん、はい、お伝え、訴えコーナー私も触ってますから、うん、あー、まあ、お、じゃあ、うん、どっから喋ろうこれ最初からいきましょうか。とりあえず、ね、何、まあ、一箱フル本市ね、まず、うん、まあ、最近のね、はい、あれでイベントで言うと、一箱フル本市、先ほど話しました、はい、西川口クリーン作戦、うん、あ、6月2日日曜日午前9時から、はい、第1日曜日ですからね、はい、あるんですね、はい、はい、で、川口わらび交流バーベキュー企画、うん、うわ、あるみたい。え、来週の土曜日、そこで終わってから、ね、25日正午から、あ、こんなのあるんですね、うん、へー、終わってからな、行きますかね、地域内外の市民の交流目的とした、バーベキューだ、誰か誘ってくれれば行きたいですけどね、みんなで行きますよ、あれ札幌祭り、うん、やるのは大変ですよね、道具、道具、確かに大変大変、申し込まないとダメなんじゃないですか、確かに、うん、ね、だからあの辺ぐるぐるっとやってるのを見に行くっていうのはありますね、うん、できますね、あ、元法政大学 OB、まあ、交流イベントみたいな感じで、マクドナルド川口店 OB などが企画して進めています、マクドナルド川口店 OB、ね、がバーベキュー、バーベキュー、うん、ほう、ね、ちゃんとしたもの食えるんでしょうかね、普通ね公園でバーベキューをやっていいっていうとこ少ないですよね、そうない、最初からポテト焼いちゃう、テレレレ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 テレレ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 バーベキュー、札幌ポテトバーベキュー味、そうしたらどっちがいいかいな、バーベキュー味って不思議ですよね、確かに、何の味なんですか、ね、肉と玉ねぎとみたいに全部一口の中に似たような味ですからお行儀が悪いって、ね、はい、それとなんかあれですよ、バーベキューは、後は別会費になりますがとか、あれカラオケで交流を深めよう、うん、お、カラオケで交流深め、参加費2000円だって、現在参加希望者13名だし、そんなにいるんだ、じゃあ行かなくて大丈夫だ、おいおい行ってください、見に行くだけ行ってください、それであわよくば、うん、多分ちょっと味見させてもらってあとね、川口キュポラ広場、はい、連日、まあ、イベントが行われてると、そうですね、でフリーマーケットが特に、うん、そうですね、結構毎日のようにやってますよね、うん、はいはいはい、フリーマーケットもやってますので、うん、もしあのよろしければ、はい、まあ、川口の発展のためにね、キュッパラ広場訪れていただければ、もう行くだけでいいですからね、行くだけでいい、なんかイベントやってますから、なんかバンド出たりとか、うん、綺麗なお姉ちゃん歌ってたりとか、そうそうそう、踊ってたりとか、ダンスとかね、はいはい、やってますよね、やってますんでね、今月ちょっと使いすぎちゃったな、どっか連れてけって言うしなって困ってる方は川口駅まで行くと、ね、なんかね、遊べますね、ただね、遊べます、デパートもあるしね、はい、そうそう、ね、やっとなんかそんな街になってきたね、川口もね、なりましたよね、うん、だいぶ店もいろんなお店でもすごいですよね、こんなにイベントをしょっちゅうできるっていうのが、そうですね、やっぱりそれスペースがあるってことですね、そうスペースだって駅前なんですからね、うん、使わなきゃもったいないですよ、確かに、うん、そのとおりですね、でもね、雨の日のグリーンセンターはいいよ人がいなくて人がいなくて、うん、ゆっくり見れる、緑が綺麗で、うん、確かにね、うん、あれはね、本当に先週そうだったんです、穴場です、雨のグリーンセンター、雨のグリーンセンター、うん、ああいいですよ、しっとりしてて、一人で楽しんだんですか、いや、いっぱいいましたけどねそりゃね、音響やってましたからあ、まあ、確かにね、音響やってるんだから、あのできました、ステージは、あのステージの上に、はい、あの音響のテーブル上げちゃって、はい、まあ、濡れないようにね、そう、普通の場合はステージに上がらない、まあ、ステージの袖とかに立つんですけど、かっこいいじゃないですか、ステージでね、音響やってる姿、うん、だってステージに人は、うん、まあ、そこそこいるんですけど、はい、ステージ見てくれてる方は全然少ないので、はい、そういう日ですからね、まあ、そうか、雨です、うんうんうん、でもね、すごくいい演奏でね、うん、そこにレストランがあるの知ってます、グリーンセンターの中に入り口すぐのところ、あ、そうですか、あるんですけど、うん、そこに勤めてるね、まあ、名前言っちゃっても一人だろうけど、小林くんっていうのがオカリナ吹いてまして、あ、はいはいはい、で彼が混じって、その彼が指導してるっていうかね、そういうオカリナの舞台が、うん、麗しきお姉様方が、はい、何名かいらっしゃって、まあ、それの演奏と、我々のその再生会病院でボランティアやってくれている風遊びっていうメンバー、はいはい、そしてあとあさみさん、あさみさんたち、あさみちゃんじゃないですよ、あさみやすじろうさん、先生ですね、あさみ、あさみやす、あ、すじろうさんであさみやすじろうじゃない、なんか芸人みたいじゃないですか、あったね、そんな事件もね、あさみやすじろうさんとか言うすじろうって難しいだろ、それ
まあ、そんな中でやっぱり、そのオカリナ吹いてる小林くんがもうなんだ1年ぶりぐらい、1年だか、うん、まあ、2年経つのかなぶりぐらいになって聞いたらすんごい上手くなってる、びっくりした。そうですね、うん、でそのオカリナが1本ね、その風邪休みってハーモニカの舞台の中に1個入るだけで、うん、だいぶ違っちゃう、もうなんかお得な感じでしたね、すごく上手に演奏してくれてね、わあみんなもったいねえなみたいな、あそうですよね、まあ、そんな気になりました。まあ、またチャンスがあればこちらでご紹介いたしますのでね。そうですね、それこそ音楽イベントに出ていただくと。そうそうそう、でも彼あのそういう、ね、レストランとかで仕事やってるんで、日曜日休み取れない。あなるほど、そうですね、ほとんどイベント日曜とかでしたね。そう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 、ね、日曜日だけ。9月の20日川口フェス、これですね、これ着々といろんなことが決まってまいりまして、ステージも目指せ10カ所みたいなね。10カ所、目指せ10カ所、すごい、大丈夫なんだ。すごい、それぞれ担当者がいないと。あ、そうそう、その担当者もいろいろつけますね、はい、まあ、考えております。ね、いろいろご協力してくれる方大募集と、募集中、まあ、我々のこちらのね、NPO、はい、まちづくり川口でもね、はい、多分ゴミ野郎が掃除してくれると、てつさんが放送してくれる、はい、そうそうそう、そんな感じでやってみたいと思います。はい、はい、そしてで、スキップシティ国際 D シネマ映画祭2013の情報ですということで、はいはいはい、7月12日から21日までの期間、うん、開催します。はいはい、はい、期間、どこの国の人、期間開催します。はい、世界に先駆けデジタルに特化したユニークな映画祭として開催してきた本映画祭もおかげさま10周年、うん、すごい、ほう、はい、それを記念し今年はさまざまな企画をご用意しています、うん、はい、まず7月開催前にプレイベントとして短編作品のストリーミング配信、うん、人気投票、あなたが選ぶベスト3を実施しますと、はい、ってことは3本以上見なきゃいけないってことだ。そういうことになる。でもまあ短いからね、作品一個一個、まあ、飽きないですよね、多分面白そうですよね、これまだ使ったことないんだ、公式サイトで、はい、サイトにあるそうなんで、はい、スキップシティのサイト見てみてください、はい、なんか30カ国ぐらいから作品が集まるそうですね。え、そうなんですよ、それはすごい、国際映画イベントというか国際映画祭の中で、まあちょっと異色のイベントなんだけど、まあ映画なんてね1本2時間とかってそんな感じで作ってるんですけど、そうではなくて短編のものが多いと。はい、はい、でまあ今なんかね YouTube 上げちゃったりするけどね、まあそうですね、まあそんなものがちゃんとした画面で見られると、世界中の作品が見られるということ。そんなところがあるのって川口すごいですね、やっぱりすごいすごいすごい、川口すごいな本当はね、すごいよね、その50万人だよ、55万人か、うん、マンションもまだまだできてますからね、まだ今作ってますね、そうですよね、うちらの記事でもね、どんどん東側も結構マンションができ始めてますね、うん、西口もね、そのうち100万人とかなっちゃうのね、なんないなんないあの駅が溢れるからやめてほしい、ね、駅作っちゃえばいいね、またもう一つ作っちゃう、東か、あ、東川口ってありますもんね、あら、だから川口、東西川口、うん、何します、川口、西川口でしょ、東川口でしょ、あるでしょ、うん、それから南川口、うん、南川口じゃないですね、うん、あと川口元郷、あ、まあね、それからあとなんだっけ、まあそんな地下鉄もありますもう、もう頭なんか回りませんよ、面積もね、あの広くなりましたからね、はい、そうそう、鳩貝も取り込んでね、安行もね、はい、入ってるし、うん、安行は昔から川口ですけどね、はい、あ、そうなのそうです、あ、そうですか安行市ではありません、あ、そうか、安、そうだね、あるある、うそう、じゃあ、あとあれだ、先ほども話しましたけど、うん、川口市長選挙、そう、埼玉市、あ、埼玉市も同じなんですね、そうみたい、明日あるらしいです、どっちも、だからこれから県政を担うにあたって、まあ当然県の知事ってなるんですけど、まあ市長会っていうのがあります、うん、そこの中でやっぱり川口市がね、ものが言える、言いやすいと、いう状況を作るためには、今回どう勝つかと、ほう、何しろ投票に行ってください、川口市民の方、ほうほうほう、ね、いいじゃん勝つんだからとかって言ってないねあのちゃんと良識ある、町というのは投票率で決まります、あ、結果的にはね、絵にもちゃんと行 け, けよ、私は前ちゃんと行く人なんで、選挙は、埼玉市市長選挙っていうのを同時開催ということは、うん、蕨市でも埼玉ですよね、あ、違います、蕨市は蕨市、あの埼玉市の市長選挙、浦和とか大宮とか埼玉市ですね、そうです、埼玉県だと思ってた、県は知事、
埼玉市長選挙は、はい、あ4人なんですね。4人出るみたいですね。乱立中ってことで、はい、まあ、昔はそれこそね、大宮の市長と浦和の市長が当然出るわけですよ、うん、埼玉市長だから、うん、で浦和が交渉と、うん、まあ、その前に与野の市長が頑張ってたんだけど、うん、とかね、まあ、いろんな話もありまして、そっか、いろんな市がくっついたから、その中でいっぱい候補が出ちゃうんだ。そうですよね。少なくてもだって浦和、大宮、うん、で与野、うん、で今岩槻です。岩槻もそうだ、まあ、詳しいことしないなんかくっついたかもしれませんけど、まあ、それぐらい、まあ、少なくても4市はくっついてる、ね、そうだね、はい、うん、岩槻区もあるわ。だから大変ですよね、はい、うん、ねえね、今サッカーの方だと大宮がめちゃめちゃ頑張ってると。アウディじゃん、まあ、この前まで20何連勝、うん、え、うん、そんなに何連勝とか間引き分けを挟んでずっと負けてないみたいな状況、今そうなんだ。 J1 ではトップ。レッズはダメですか。レッズは今3位ぐらいですね、うん、レッズもね頑張ってるよね。だから決勝っていうかそれこそ上位2チームが浦和と大宮だったら面白いですね、うんうん、確かに埼玉は来ますね。埼玉になっちゃって埼玉ダービーですからね、うん、もう浦和という名前、うん、名前大宮という名前はほとんどサッカーと、ナンバーですか残ってないと、うん、まあ、そんな話で川口ナンバーってのこれから出る。これから出ます、ね、で出る方向で考えて、はい、ご当地ナンバー110、ね、111で川口ですからね。川口ね、うん、川口ご当地ナンバーもね、なんか決まりそうだと、はい、そんなお話でございます。どんどん動いてますね。あ、どんどん動いてますよね。川口ナンバー俺もね車あったら欲しいですけど ね、 ね、そうですね、欲しいですよね、うん、確かに確かに。あと次が、はい、以前もあの前回話しましたけど洪水ハザードマップ。洪水ハザードマップとは、河川が氾濫した場合に、うん、地域の住民の方々が素早く安全に避難できることを主な目的に、被害の拡大範囲及び被害程度、うん、はい、さらに避難方向、避難場所等の情報を地図上に、うん、したものです、はいはいはい。まあ、いざという時に備えハザードマップをご確認の上、うん、日頃から、避難所や避難場所、内水でいいんですかね、うん、氾濫時、はい、一時避難所、避難時の心得を、ご家族の皆さんや、地域の皆さんで話し合いましょうということで、はい、はい、避難準備情報、避難勧告、避難指示などの、避難行動基準が発令されたときは、はい、早めの避難を心がけ、被害を最小限に組み止めるように、うん、ぜひお手に取って確認しておく必要がありそうですと、はいはい、でこれはあれですかね、市役所とかにあるんですかね、まあ、市役所とか公民館とかそういうところに、ね、なんかあの都道の人なんですけど、うん、やっぱり荒川沿いに住んでますでしょ、うん、マンションですけど、でもあのこういうの欲しいって言ってましたよ。もし荒川が氾濫したら、うんうん、やっぱり避難するとこ、うん、とか、うん、そういうの分かんないじゃないですか、多分マンションがいいと思います。マンションでも避難するなんかでも地震の時なんかもすごいマンション怖かったって言ってましたよ、うん、すごい揺れが、あ揺れすごいですよ、うん、うち8階なんですけど、うん、ママちゃんとこうやって押さえて、そうもうこんなそうですよね、上の方がね、うん、だからやっぱりどっか避難するところって考えておいた、ね、分かってれば、ね、まあ、雨による災害っていうのはまあだんだんですから急に来るわけじゃないので、氾濫するというね、はいはい、雨でね、氾濫、そうですね、堤防決壊したりとか、はい、まあ、そういうこともありますんで、うん、まあ、そんな時にどこに逃げたらいいかですね、うん、そういうことですね、うんうん、何しろガタバカタその瞬間に騒がないと、うん、そのためにもこういうもので、そう、うんうん、ね、こういうものを作成しておりますんで、うん、市役所とかね、公民館とか行ったついで、そう、それこそ市長選挙に行ったところに多分ありますから、うん、無料でしょうね、無料です無料でお金取ったら結構だけね、すごい立派 な、 なあの地図なんで、ね、自分でしたよ ね、 ね、だからそうそうそう、なんかハザードマップ金で買えってなったらちょっとおい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 生かしてんなこのシーンそんなことはない、何でもお金の時代ですからよ、確かにね、まあ、そんなねハザードマップとっとね、はい、活用してあのジタバタ逃げるんじゃなくてもう最初から決めといてね、うん、こうなったら、まあ、多分その今はその河川の氾濫なんかによる水の話ですけど、はい、まあ、こういうことがね、地震の時とかにもね役に立つような、うん、そんなシステムになってると思います、はい、大体ですね普通は市役所だとか小学校だとか、うん、公民館なんかはあの耐震が結構
ちゃんとできている建物が多いものですから、もし何かあった時はそこに逃げ込むと、怪我している人なんかはそちらにこう一時避難するとかね、救急車が来なかった場合とかね、そんな風に作られてますので、そういうハザードマップにもなると思います。僕はそれ自身あんまり見てないんですけどね、ないですよ、何度かサボってるんで、ね、あ、そうですか、ちょうど見ましたよね、そう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 、この間ね、見ました、はい、ね、すごい大きくて広げらんない、そう、広げらんないんですよね、そう、だから立派な感じでしたけどね。あと何かお伝えすることありますか？いや、私はないですけど、ただ開いただけ、開いただけです今日何日だったかな、なんて思って知っときましょうよ、それぐらい、5月18日で今日ね、そうそうそう、5月18日って言わなかったから、あれ、どうしたんだろう、ね、なんで俺が酔っ払ってるせいか、言う暇がなかっただいぶこの酔いの方も冷めてまいりましたね、なんとか喋れるかな、あとで喋れるようになってきたね、まあなんとかね、だらだら、でもまあ死んでますね、やっぱりね、はい、あとですね、個人的な情報なんですが、来週お休み、誰、俺、私休むかもしれない、私も来週お休みユッキーみんないなくて、僕も来週お休みですよ、ユッキーはみんなで休んだらどうなの、ササノさんもやだマジ休みセクシー、うん、セクシー、じゃあちょっといろいろ協議しましょう、あとで俺なんで休むんだっけな、なんかこれ町川の総会6月29日開催、そう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 、うちらあの町づくり川口っていう NPO なんですけどね、はい、まあ、会員を募集しております、はい、年間3000円ですね、はい、はい、安くなっておりますので、ぜひご加入ください、登録して、はい、いろんなイベントに参加して、もう参加したんだから、あの、はい、ゴミ野郎の下について掃除しなきゃダメっていう法律がありませんから、ね、いはい、それは自由ですそんな感じで拘束はないですね、拘束ないです、何もないです、はい、規則もありますけど、はい、まあ、大体普通にやってるだけの話ですから、大丈夫、はいはい、その代わりあの儲かりませんかといって人の会費で飲んじゃうっていういい話もないです、うん、はい、大丈夫です、ね、自分のお金飲んで、早めに皆さんご登録をお願いいたします、はい、ぜひぜひね、それで総会に参加していただければと思います、はい、まあそれであと、まあ、9月22日は川口フェスト、はい、そのための放送であるということをまず言わなきゃならないのと、はい、まあ、さっきのですね、このマイシティジャーナルは、鳩ヶ谷の読売新聞を持ってきてくれたと、はい、新井とかですね、読売新聞を取ってくださ いつも言ってる、その読売新聞取ってると、まあ、新井のところだとどうか分かんないけど、こういうチラシも入ってきます、はい、はい、するっていうとここにお花プレゼントの券がついてるとか、こんなこともあります、はい、ぜひね、並木商店街で、はい、お買い物していただいて、うん、はい、地域の発展にね、そうそう、貢献していただくと、うんうん、はい、キュッポラ広場にも行っていただいて、はい、川口市の、はい、貢献ね、お願いしますね、ちょろちょろ ね遠くに行ってガソリンで、今ガソリン高いじゃないですか、電車で行ってもそこかかるし、だったらもう地元でね、チャラチャラっと何言ってるの何言ってるか全然わかんない、近いね、そんなに入ってそんな感じ、5月26日並木でお祭りやりますんでね、はい、遊びに来てください、はい、はい、駅から歩いて、駅東口出てまあ、っすぐ行って左、はい、いわゆる一本こっちですね、はい、並木通り商店街、そうです、まあローソンのところから、はい、大体わかると思います、そうですね、なんか音流れてたりします、私は私の声が流れてます、わらびしなんですけど、はい、お買い物は大抵並木通り商店街、ね、このラジオが終わってから一生懸命買ったりして、それで八百屋さんでバッタリハトリだったあれだって俺だって、ね、仕込みするますから、ね、仕込みするってことはなんか買わなきゃなんだから、そう、確かに確かに、安いところがあるんですよ ね、 いいよね、トマトとかね、うん、すごい安い、今トマトもっと安いですよね、すごい安い、こんな大きいんで300円とかここに入ってて、それをこの前買ってきて、うん、いわゆる完熟状態なわけだ、はい、完熟だから安いんだけど、うん、はい、でもこの前買ってきて全部湯むきして、はい、中の種取って、はい、でトマトソース作りました、トマトソース、うまい、うん、うまい、何かけるんですか、人生ですねなんかかっこいいこと言ってるけど人生にトマトソースをかけて何ができるんですか、あ、ちょっとぐちゃぐちゃとしたものがいいで、まあ、我々、まあ、ね、まあ、お店の人はいつもホールトマトって言って、はい、こうでかい缶詰に入ってるトマトの水煮を使うんですけど、まあもちろんそれだって完熟トマトで、ね、はい、しっかりしてるんですけど、やっぱり生のトマト使うと違います、甘みが、うん、しかも完全に国産だし、うん、まあ大体イタリア産とかトルコ産とかのトマトが多いんですけど、うん、まあ完全に国産だし、しかも完熟状態で安く売ってるわけだから、うん、そうなんね、種とか抜くじゃないですか、こうやって、うん、でこうやって
潰しながらっていうか、私種も全部入れちゃいます、皮も。あ、それでもいいんですよ、スープなんかだと。あ、もう全然 OK、 鶏肉とね、はいはいはい、よくいいですね。まあその間にトマトジュースができちゃうわけですよ。はい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 。そのトマトジュースもうまい、おいしい。生の本物は違うなとか思いながらでも、まあ、トマト自体が美味しいっていうのがあるんですけど、今旬ですんでね。そうですね、って感じですか。どうしたのかな、今鼻水噛んでるのか。突然だったから。今何ですか。どうだったの。トマト食べたら、あんなふうに食べますか、ね、鼻噛んでる音にして食うながら。大丈夫かな。スイカか。スイカこう擬音の天才なんだ。こう手の位置が違います。はい、こうと手の位置がね、うん、今のトマト見えませんでしたよね。こう見えないぐらいがトマト。なんかお芝居の参考にしてください。何ね、トマトのトマトという芝居があったら、シルをすするでも美味しそうですよね。美味しそう美味しそう。あの落語とか見に行ってさ、はい、そうすると帰りにさ、誰か一人ぐらいそばネタやるじゃない。はい、ちょっとおそば食べたくなる。そば探しちゃうんだよね。そうそうそう、時そばとかねやると ね、あの音もね難しいらしいですよ。そうそう、あ、うまいですね。うん、あれ3回ですよね。そう、なんか歯をねちょっと入れ歯とか入れた時に元通りにできなくなったんですよ。あ、それはあるでしょう。うん、で一生懸命練習してましたよ。なかなか風邪ひいたりとか、いい音、お蕎麦の美味しそうな、美味しそうに食べる音が出ないんです。へえ、うん、あれもあったかい蕎麦と冷たい蕎麦、いわゆるざると盛り、それからうどんっていうのが全部違うんですよね。うどんもあるんだ。うどんって感じ。そばっていうことで。でまずいの食べると、あの違うんですよね、またね、むにゃむにゃむにゃ、そうそうそう、ぐにゃぐにゃぐちゃぐちゃとか、やこれやみたいな。うちの、 あの友達が鼻毛カッターの音がうまかったですね。鼻毛カッターの音が分からない。鼻毛カッターとあの毛玉取りの音って一緒らしいんですよ。あ、なんかビビビーそうで、あのビーッつって中に入れたのがコワッコワッジャジャリジャリジャジャリみたいな。で途中であの詰まったらコッって止まるの、引っかかるなんかすごいうまい。面白い放送ですねこれね。あと私は一人一人で、はい、こうにやってなんかタコ、あ、タコ焼き、ほっ、うん、ほっぺた、うん、私できますよ。できます、できる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 。あ、ほんとだ。二色タコを切る。なんか面白い人いっぱいいますよね。もう俺も面白い人になりてえ。存在だけで面白いから。そうそう、このまんまで大丈夫ですね。コロッケなんかも面白いですもんね。コロッケ超好きですよね。俺はエビコロッケとかね、カニクリームコロッケ。食べ物ね。食べ物しか。できないとんかつの方がいい。とんかつ。あ、どうせ揚げ物なら。あ、そっちのコロッケだ。はい。そうだよね。あ、今日あのビール祭り？そう。あ、今日ビール祭りなんですか？今日はあの あれですね。もともと札幌ビール工場があったところにアリオっていうのがあるんですけれども、はい、そこで、札幌リボンシティ祭りっていうのがあります。はい、まあそこでビールが300円で飲める。もうやってますね。もうやってます。はい、うちのね商店街の人間たちも一生懸命なんだ。行ってる行ってる。なんか焼いたりしてますから、ね。行ってる行ってみたら面白いですよ。今日は。ビールも安く飲めるし、完全にお祭りですからね。結構盛り上がってますね。で、去年はかなりいいステージ作ってやってましたね。いいステージ。あの大きかったですよね、ステージ。有名ですね。キュポラン。キュポラン。キュポランが出る。有名な人だ。有名だな。キュポランが。あれさ、ちゃんとあの、日本一重いゆるキャラって出したいんよね。重い。重い。重い。だってあれ。鉄のあれです、キュプロアンだから。でも実際は違うんでしょ。それは重い、面白い。人間が入ってるんでしょ。前触った時に触ったらふにふにでしょ。ふにふにでしょ。子供の夢を壊すことを言ってはいけない。もうキュプロアン見て夢なんか見ないから大丈夫。大丈夫。そうね、何時まで、夕方ぐらいまでやってるのか。5時まで。じゃあ行きましょうかね。どうですか、ビール飲みに。それも行って、でその後今日は池袋で、池袋ストリートなんとかフェス、いわゆる
イベントがあります。西口、あの舞台作ってね、駅前でしょ。そう、駅前とあといろいろ路上通ったことあります。うちらのその川口フェスも結構そこからなんとかパクってっていうか、はい、まあ、やり方とか教わってとか、うん、そんな風にやってるんで、後で行ってみたいなと思ってるんですけど、体が持つかとこの直射日光と寝た方がいいかな、ね、無理しない方がいいですよ ね、で今日はドエバズの練習もあるし、あ、そうですね、どうしようかなみたいな。うちらのその YG のメンバーは今日ごそごそと行ってます、ね、うん、でそのリボンシティ祭りと両方行っちゃうみたいな、っていうのもあります。でもでもリボンシティ祭り行っちゃったら、あ、もうそれだけでな、また飲んじゃう。あ、これ今日キュポラン、すごい、キュポラン、キュポラン、写真写してます、ふにふに、ね、やっぱりふにふに、人こんな感じです、ね、はい、あ、写真は、あ、出る、出てる、あ、出てる、出る、出る、はい、この辺出てる、じゃあ私たちこれ、うん、こんなキュポラン、ね、うん、隠すなんかあの風船みたいじゃないですか、柔らかい、そう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 、ふわふわしてる。キュポランの隣にいるこれリボンちゃんです、リボン、何のリボンちゃん、リボンシティ、リボンシティのこれ、あ、はい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 、もう来てますね。あと奥の方にエビスビールの缶は、これは着ぐるみ、着ぐる、どうなんでしょうね、エビスビールちゃんみたいな、そう、風船みたいな感じで、ただ商品にちゃんつけただけだ、でもね、あの安くビールが好きな方はね、すごい安くで、その売り上げの一部はあのいろいろと寄付の方に回して、くれるということなんでね、あ、まあ、無駄にならずにベロベロになれると、はい、で、まあ、酒のつまみになるような、まあ、焼きそばとか焼き鳥とかいっぱい売ってますんで、はい、ほんと子供連れてってもね、子供は遊んでる、すごい人でしたね、すごいでした時、今日なんか天気いいからすごいだもんね、すごいですね、この写真はもう今日の写真みたいですか、もう行ってきたんですか、いや、インターネットで、ああもうされてるんだ、いやもうすごい時代ですね、うん、すごい、下手するとどっかでサボってってそれバレちゃう昔スナックみたいなのもらいましたよね、スナップ、スナック、スナック、スナック、お菓子スナックみたいな、ビールスナックみたいなお菓子、そう、なんか変な棒状のなんか、ああいう結構美味しかったんですよ、それサクサクして、うん、そう、それただになんかもらえたりしたんですよね、昔、そうそうそう、まあ今からでもいいですね、なんかこれはみんなね、なんか買えば、うん、お金出して買って、ええ、いろんなもの食べたりする、食べ物もね、うん、はい、まあどうせね、他のところ行ってつまんでも買うぐらいだったら、もうだったら川口の街の中でこうちまちま回していきましょうまあだいぶ景気も良くなってきたみたいです、そうですね、まだ我々に実感するのは間違いない、うん、でもまあ値上がりするものもいっぱいありそうですからね、まあ、しょうがない、値上がりするんです、うん、そんな感じです、はい、はい、はい、これ食べた、食べてないです、食べてないですよ、食べにくいですよね、食べにくい、食べにくい、どうぞテスさん食べたことある、あります、あ、切れてんですかこれ、切れてます、ラジオとは思えよく、でもテレビの番組でもね最後に食べてますよね、あ、確かに確かに、うん、でもあれで本当の味を言ってしまって、うん、美味しくなかったりしたら、うんうん、ダメですから、うんうん、みんな美味しいって言いますでしょ、それはもうそうですよね美味しいって言うために番組があるんだから、ね、うちらとは違う、はい、まずかったらまずいって言っちゃっていいですよ、ね、まずかったらまずい、はい、絶対美味しいですから、そうですね、スポンサーがいるわけじゃないですからね、怒られることもない、はい、どうぞ、はい、ちょっと、はい、どうぞ、いただきます、静かにですが、あと卵焼き、卵焼き、あ、本当だ、カステラです、カステラ、カステラみたいな中にチロチロっと赤いものが見えたり白いものが見えたりね、してる、これはカステラ、それエビですね、ほぼカステラ、どこがエビですか、てん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 って入ってるの分かります、うん、これ本当赤いのが、ね、うん、エビすり込んだりそうです、エビと甘い味、ちょっと甘くて、うん、甘いよね、薄味で、うんうん、ね、まあ、作り方は聞いてこなかったんですけどね、なんかケーキみたいな感じもするし、カステラですね、もはや、でもおつまみには、うん、でもお菓子にも大丈夫ですね、うん、紅茶かなんかちょっと辛みも入ってるんで、うん、コーヒーかなんか飲みたい、なんだっけ、卵焼き、うん、これ甘いですから、うん、甘いの好きな人は ね、うん、ね、いいですね、うん、あの卵焼きって甘みを入れないうちもあるんですよね、はいはい、甘いの嫌いだからって、お塩入れたり、はいはい、うちなんかお醤油入れたり、うんうんうん、僕はずっとそうでしたね、お醤油、もう甘いのがダメで、うん、ずっと醤油と塩、うんうん、そうですよね、売ってるのは絶対あれですからね、甘い、甘いですね、うん、じゃあ甘じょっぱい保存量にもなるんでね、うん、そんな感じですね、あとなんかお伝えすることあります、
これでも面白いですね、うん、美味しい、お寿司、お寿司の上にこれじゃないですよね、じゃない、お寿司の上にこれ乗ってるんです、あ、これはこれです、これはこれだけで、これシャリと一緒に出てこられても、なんかちょっと食べにくいですよね、ちょっと困っちゃいますよね、確かに、うん、おやつって感じ、おやつ、うん、おやつ、うん、まあ、そんな感じで、まあ、正直な感じ、ね、はい、1週間に1回出るんだろう、え、2週間に、あ1週間に1回ですね、確かに、あ、発行部数9万部ですね、これね、おお、すごい、すごい、すごいですね、山田ちゃん、うん、よくそのあれ誰がスポンサーなんでしょうね、こういう広告で、広告でしょうね、すごいですね、なかなか、あのね、続けるっていうのは難しいですよね、うん、毎回まちづくり川口を載せてもらってコーナー、今週はこうでしたとかなんかそういう風にして、一応こっちも伝える番組なんでいやーマシティジャーナル毎週見てるよって言われちゃっと困るいやいやいや、うちからの番組見てください順序が違うだろ笹野さんのつぶやきとかね、つぶやき、ね、ツイッターですね、さっきもう言い忘れちゃったんだけど、はい、その6月の30日、はい、5月の30日、どっちだっけ、5月の30日か、FM 川崎に出演いたします、あ、誰が、私、ええなんで、うっかりで出れるもんな、FM 川崎っていうと神奈川県の方行きたいですね、なんだっけな、KNDS っていうバンドで、はい、なのね、川越でよく知り合ってる、知り合った、そこの、はい、そこの人がこの前うちの店でちょっと遊びに来てね、うん、演奏もしてくれたんですけど、そんでちょっと出してよと、あよ、あよ、いいんだ、それですごいいい人なんで、バンドで出るんだ、いや僕だけで、あの川越フェスの宣伝と、あとこっちの宣伝、そんな感じで、うん、で水曜日、木曜日か、うん、木曜日のね2時半ぐらいですね、あ、そうですか。FM 川崎、お楽しみ。30日、はい、どうなるんだろうな。この辺で入ります、入りません、ね、入りません、インターネットのなんちゃらっていうシステムを使うと聞けるようです、うんうん、はい、じゃあ神奈川ではでも絶対入りますよね、まあ川崎だよね、やっぱコミュニティ FM みたいなやつなのかな、まあ、この前 YouTube に上がってるのでどんな様子かなって、はい、ってことは YouTube に上がるってことですね、あ、うん、げます俺がそれで後から見てもいいですね、まあそれもいいですね、まちづくり川口、まち川ラジオで川崎 FM の様子が見れるになるのかな、どうなんでしょうね、よくわかりませんけど、まあ一生懸命頑張って、いろいろ繋がりましたね、まあ、前から繋がってはいたんですけど、まあね、こういうのを手かなと、そうですね、なんかいろいろ面白いことがね、できるとどんどんどん、ね、変わったことがね、そうやってそのうち NHK まで出ちゃう、NHK 最終的に紅白歌合戦の司会を俺たちで、司会だけで終わっちゃうんじゃない歌わせないそんな若いやつに会わせときでミソーラって言っちゃう古い話ですね、なかなかね、でもあの歌手の人が紅白に出ればもうなんていうの、大スターというか、そうだよ ね、うん、メジャーになって超一流、ギャラも、ね、あの出た次の週から変わっちゃうらしいですね、うん、今と違うみたいですよ、あ、そうですか、あの紅白よりは、うん、あの M ステとか、あ、音楽番組出る方が、うん、もう今っていいですか、はい、売れたって証拠だし、だから、まあ、NHK はだいたいギャラっていうのは安いんですよ、安い、うん、誰でも安い、だからリハの回数が多くて、ね、うん、で交通費とその1日日当で稼いでくださいみたいな、もう終わった、まだまだです、まだ曲かかまだ曲がかかってない、はい、どうぞ卵食べてください、これまだやってます、はい、どうぞまだ曲かかってない、今日はいろいろあのね他の方もいらっしゃるんですけれどしょっちゅう来てるんでね、はい、びっくりしました、素人なことやってくれる一応プロだよ、マネージャープロダクションの、はい、この中で今日もあったかい一日、どうお過ごしでしょうか、はいみんな外に出ていらっしゃる方も ね、あの、うん、多いかもしれませんけれども ね、うん、ね、これからでもまた寒くなったり、梅雨どくどうなんでしょうね、今年は、まあ、いつも通り梅雨なんじゃないですか、梅雨というか今日は寒いってことですね、梅雨はね、ちょっと寒くなる、はい、今日もお届けいたしました、やっと酔いが覚めましたね、そんな感じでお届けいたしました、今週は川口市長選挙、ぜひぜひね、明日です、当たり前に行ってください、はい、はい、誰
皆さん、小選挙、そして今日は札幌ディボーシティ祭り、目白押し、いろいろ楽しい川口ね、はい、行ってみたいと思います、本当に今日はどうもありがとうございました。私もじゃもじゃハトリとゆきりです。ささむです。劇団よしゆきです。はい、ゆきりね。今日は4人でお送りいたしました。まあ来週はやるだかやらないだかわかんないけどまあなんとかするでしょ。相談します、これから。こんな感じでお送りいたしました、はい、それではまたあるかどうかわかんないけど、また来週。